タバコはお腹の赤ちゃんにも悪影響を及ぼします。週刊健康マガジン今夜のテーマはタバコによる妊娠への影響。県南保健所長の総先生にお話を伺います。タバコにはニコチンやタール、一酸化炭素などの有害物質が含まれているため、がんや循環器疾患などのさまざまな病気の原因になります。また妊娠中の喫煙はお腹の赤ちゃんにも影響し、早産や低出生体重児などのリスクを高めます。ニコチンには血管を収縮させる作用があるため、胎盤への血流量が減少し、胎児へ酸素や栄養が届きにくくなります。また一酸化炭素は赤血球中のヘモグロビンと結合し、酸素の運搬能力を低下させます。これらは胎盤の機能低下や胎児の低酸素状態を招き、早産や流産、低出生体重児、胎盤早期剥離などの妊娠合併症のリスクを高めます。タバコは妊婦本人の喫煙だけでなく、周囲の喫煙による受動喫煙でも同じように胎児に悪影響を及ぼします。さらには生まれた赤ちゃんにも影響します。 SIDS 乳幼児突然死症候群は、赤ちゃんが事故や窒息などのはっきりした理由がなく突然死亡してしまう病気です。この病気の大きな危険因子とされているのがタバコです。妊娠中の本人の喫煙は出産後の赤ちゃんの SIDS のリスクを高めることになります。さらに両親が共に喫煙する場合は、喫煙しない場合のおよそ 4.7 倍発症率が高くなると報告されています。妊娠が分かったらきっぱりタバコをやめましょう。可愛い赤ちゃんがお腹の中にいる時も生まれてからも健やかに元気に育つことをみんなで見守っていきたいですね。県庁で禁煙についてのパネル展が開催されます。この機会に禁煙を考えてみませんか。週刊健康マガジン、次回はタバコと歯周病についてお送りします。